お前がロロナが言ってた錬金術師か。俺はイクセルってんだ。よろしくな。イクセル君も錬金術師？いや、俺はただの料理人、見習いだよ。たまたまこのカフェを見つけて働かせてもらってる。ここでイクセ君を見かけた時はびっくりしたよ。こいつを一人で放っておくのも心配だから、会った時に一緒に働かないかって誘ったんだ。なるほど、そんな事情があったんですね。それにしてもまさかレスナちゃんともまた会えるなんて。元に向かってたんだね。はい、錬金術についてもっと勉強するために元に行くのがずっと夢で、その上先輩方とこうしてまた会うことができて感無量です。そう言われると照れちゃうな。しかしロロナが先輩ね似合わねー。わー、またバカ仲がいいんですね。そういえばライザ先輩も異邦人だったんですね。うん、友達も一緒に来ちゃっててさ、今はちょっと別行動してるんだけど。そうだったんですね。先輩もここでお料理を？ううん、料理は二人にお任せ。私は給仕とか、あとは依頼の受付とか。依頼？そうだ、ここでお仕事を受けられるって聞いてきたんでした。そうだったんだ。それならほら、あそこのカウンターで。いろんな仕事の依頼が来てるからね、良さそうなやつ探してあげるよ。ありがとうございます。そうだな、初めての依頼だったらこんなのはどう？王都近郊の魔物退治ですか？定番の依頼の一つだね。王都の安全を保つために定期的に依頼が来るんだ。そんなに強力な魔物が出ることもないし、まずはこの依頼で感覚をつかんでみるのがいいと思うよ。わかりました、全力で頑張ります。よーし、今こそハンマーの出番。最強だってところ見せちゃうもんね。頑張りましょう、レスナさん。シャリステラ先輩、素敵です。いつもより調子よしかも。夢への道切り開く。加減なしです。守る神は私たちの元へ。さすが、集中集中大集中、巨大投擲大粉砕。やりましたね。これでは力が。秘伝の技見せてあげます。さすが、集中集中大集中、いくよ。夢への道切り開く。力が溢れてる。手加減なしです。当たって、お見事です。いきます。秘伝の技見せてあげます。夢への道切り開く。やりましたね。この経験無駄にはしないよ。